ははい皆さんこんこにちはジョーです今日から日本でもトラベルルールが施行されるということでこちらのようなニュースが出てきています。これはですねコインデスクの海外版に載っておりますビットフライヤーがですね今回トラベルルールを採用しましたというようなニュース記事になっているんですが今回採用されるトラベルルールなんですけれどもアメリカのコインベースを中心としたグループがですね作り上げたものになっておりまして一応ですね21の国の 取引所対象として行われるというようなものになってますで、二十一の国ってどんなところがあるかというと今日ですね口座持っている方々についてはこういったメールが送られているそうなんですけれどもこちらのメールのですね下の方にあります日本、カナダ、スイス、バハマ、香港、ルクセンブルグ、アメリカ、ケイマン、セルビア、バミューダ、マレーシア、アルバニア、ジブラルタル、韓国、フィリピン、モリシャス、イスラエル、シンガポール、ドイツ、ベネズエラ、リシュ,ンシュタインということでこのような国々に なっていますで一応ですね事業者としては、えー、このような、えー、企業になっているんですが日本からはビットフライヤーとコインチェックが入っていますで、えー、これについては、まあ、ちょっとおそらくなんですけれども、えー、アメリカの方でコイン、えー、とトークンのです、ねまあ、交換業を申請しているかどうかっていうところが一、まあ、つの目安になっているんじゃないかなと思うので、まあ、アメリカでこういったビジネスをやっていない取引所に関しては載、えー、ってないというような今状況になっているんじゃないかなと思います。間違ってたらすいません で今回ですねもう一つ注目しておきたいのがこれらの国に入っている通知対象国に入っている国日本入ってますよねでその中で今回このトラストというふうに言われるコインベースを中心としたグループがですね、まあ、制定している、まあ、あのシステムを使っているところなんですけれどもここの取引所間に関してはこの通知国の中に含まれている取引所であれば トトラストに対応した暗号資産の預け入れ送付が可能つまり日本国内であればビットフライヤーとコインチェックこの2社間のみ日本では移動が可能ですと、まあ、トークンの送ったり受け入れが可能ですとただし今の時点ではここにあるんですけれどもコインチェックとの間ではビットコインのみの預け入れ送付が可能ですとでその以外のトークンに関してはコインチェック側での開発後にイーサーおよび ERC20 の投空暗号資産の預け入れ送付が可能になるということで今の時点ではビットコインしかですねこのビットフライヤーとコインチェックの間で送付したり預け入れがまあ受け入れができないようになっていますまあかなり厳しいっていうあのあの言葉がちょっと正しくないと思うんですけどもまあ使いづらい今状況かなと思いますあとはこれの国に入っていながらこのトラストに非対応の取引所に関しては 預け入れもも送付に関してもできませんよということになってますねでここでやっぱり気になってくるものとしてはプライベートウォレットですねメタマスクですとかレッチャーについてはどうなのかということなんですが当社が取り扱うすべての暗号資産の預け入れ送付が可能ですよとでこれはまあ遅れますよということですねあとは通知対象国以外こちらの国以外に本拠地をですね構えている取引所に関しては このトラストがどうこうとかっていうのは関係なくて全て乱暴したのはリス,スオフが可能ということですね。なので今回バイナンスがですねバイナンスのジャパンのエンティティを開けますけれども、まあ、そのジャパンになる前であれば、まあ、送ったりとかっていうのは、まあ、できるということではあるんですが、まあ、もうすでに一部の人のです、ね、データが消されていたりとかっていう,ふうにもなっているそうでちょっと僕日本の えもうアカウントを持ってないのでどうなってるか今の状況は100%把握しているわけじゃないんですがまあ人によって違ったりとかまあ今後早いタイミングでジャパンに切り替わってしまえばまあ当然これもですねえ日本の国の対象になるということでバイナンスの日本の口座から他のところに対してお金が遅れな,ったりなくなったりもするのでまあ早いタイミングでの対応というのが求められるんじゃないかなと思います。あとととは通知対象国以外ということなんですけれどもまあ例えば今 バイナンスのインターナショナル法ですとかバイビットとか、まあ、あのドバイの方とかですね、まあ、これ以外の国々に対して投機をしている取引所に関しては、まあ、こういった規制の対象外ということで資産が遅れるようにはなっているそうです、はい、でこれはあくまでも今の状況なので今後規制が変わる可能性っていうのはあると思いますので、まあ、この辺りは都度ですね、まあ、規制の内容っていうのを追っていきたいかなと思っていますで やっぱりです、ね、もう一つ気になるポイントとして日本国内のその他の交換業を営んでいる取引所に関してはどうなるかっていうとこちらにもあります通りビットフライヤーとコインチェックには遅れないということになるので、まあ、その他の取引所間では遅れたりはすると思うんですが、まあ、やっぱりこの資金の移動っていうのがかなり面倒になるなというような印象は強くありますよね。まあ、あとです、ね、将来的に このプライベートウォレットですとか、まあ、通知対象国以外の取引所がですねどういうふうになるかっていうのは、えー、まあ,あくまでも今決まっていない状況ですし議論まだパブリックにはまあされていないので全くどうなるか正直わからないと思うんですけれどももし日本がこのプライベートウォレットに対してある程度規制をかけるとかっていうふうになってくると、まあ、いよいよ日本は We Web3Web3 っていうふうに言ってますけれども、まあ、あくまでもそういった方向のビジネスみたいなものは ある程度捨てるという判断をですねしたということになるんじゃないかなと思うのでこの辺りへの規制は正直ないんじゃないかなと思いますあとは通知対象国以外に関しましては相手の国の法律を変えることはやっぱりできないのでこの辺りがですねどういうふうにしていくかかなり難しい判断だとは思いますで今後可能性として KYC を逆側でもしてもらって情報のやり取りがですねできれば まあ、送付問題ないよっていうふうになるのか、まあ、どうなるかっていうのは分かんないんですけれども、まあ、今このタイミングで新しい規制が出てきているので、まあ、そんなすぐにはあの変わらないと思いますし、まあ、ある程度これで実装してみてそのあどういったような実態になるかっていうのを判断して見ていくんじゃないかなと思います。はいまあ、この辺りはあの、まあ、今変わったばかりなので先のことを考えるというよりも今の状況をどういうふうに対応するかっていうのをしっかりと考える必要があるのかなと思います。 あとはですねやっぱりあの、まあ、今このようにビットコインしか送れないとか今日本にはあのステーブルコインとかないのでいろいろと運用が面、ね、倒くさくなったりするんですけれども、まあ、海外取引所の方が取引のバラエティも多いですし、まあ、商品設計という観点でもたくさんあるので、まあ、運用を長きにわたってしていきたいという人は海外の取引所ですね一つ二つ。 いくつか開けておくといいんじゃないかなというふうに思いますし日本の取引所だけで,です、ね、運用が間に合うという方については、まあ、日本の取引所をです、ねまあ、中心に使うというのもありなんじゃないかなと思います、まあ、このあたりについてはあのご自身の運用のスタイルとかあとはどういった遠くに対して投資をしていきたいとかです、ねまあ、そういったことがです、ね、大きく関わってくるのでご自身で判断をしていただければと思いますで一応です、ね、やっぱり海外で 講座を開けておいた方がいいなという方々に関しましては、概要欄の方に僕が使っている講座の使い方動画、講座解説動画みたいなのもあるので、ぜひ参考にしていただければ,ければと思います。で、一応、海外の方の取引所の方がですね、まあ、当然なんですけれども、商品の設計が非常に多かったりとか、取引できるトークンが多かったりとか、また最近話題になっているトークンに対しても投資ができるとか、まあ、あとは、 ローンチパッドみたいな今後大きく羽ばたいていく可能性があるいわゆるその株でいう IPO みたいなんですね銘柄に対して早いタイミングでですね投資をできるというような可能性もあったりするのでやっぱり仮想通貨に投資をしていきたいというか投資に興味がある人に関しては海外の取引所やっぱり持っておきたいなっていうのは本音のところではあるんじゃないかなというふうに思いますはい、まあ、このあたり海外でいろいろと注目されていますが 日本国内でも今後、大きく注目をしていくような焦点かと思いますし、あとは国内でもいろいろと体制がどのタイミングで整うかなどによっては、非常に今、使いづらい状況が続いていく可能性も十分あると思うので、このあたりはですね、しっかりとニュースを追って、状況を把握しておきたいなと思っております。あとはですね、国内の取引所に関しましても、取引所自体で、 取取引引所所自体とか取引所ごとととかごに運営方針がいいろろ違うと思う思んですよねなのである取引所ではそんなに多くの商品というものは準備していませんよというところもあるかもしれませんしあとは後発税のところに関してはやっぱり大手がやってるようなビジネスモデルっていうのをです、ね、同じようにやるのは難しいのでより幅広い商品設計をしてです、ね、商品ラインナップを整えて幅広いユーザーに対してアピールをしていくような。 まあそういった経営っていうのが求められるようになっていくんじゃないかなと思うのでそのいわゆる大手がやってるようなまあ取引所だったりとか販売所っていうようなところを中心とした収益モデルとあとはそういったところでなかなか勝負が難しいのでステーキングですとかねあとまあレバレッジの取引もそうなのかなまあそういったところですとかあとはこれまでなかったような NFT のマーケットプレイスとかそういった違った商品設計のところに対して注力をしていくんじゃないかなと思うので。 今後かなり取引所によってサービスの展開が違ってくるような感じになる可能性も十分あると思うので、まあ、国内の取引所でですね運用を今後も続けていきたいなという方は、まあ、そういったところも一つ見ておく必要があるかと思うんですが、まあ、やっぱりですねいかんせん手数料だったりとかあとは見えてないところでの非みたいなところがですねやっぱり国内のところは非常に多岐にわたって発生していたりもするのでそのあたりはまあ見比べていただいて どっちがいいかなっていう判断をしていく必要があるんじゃないかなと思いますしあとはやっぱり規制が今後どん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 ですね世界中で厳しくなっていくに従って海外の取引所でもですねなかなか商品ラインナップが、まあ、一般の人たちがですね規制をされすぎていると投資する幅がなくなっていくと思うので、まあ、この辺りは本当に、ね、どこまで規制をするのがその業界にとっていいのかみたいなところも まあ,あるんじゃなないかなというふうふには思っていますあとは海外に今多くの日本人がですね飛び出ていっていろんなプロジェクトをやってますけれども、まあ、そういったトークンがですね今後日本で投資できるようになったりすればいいなと思いつつも、まあ、そんなにスピード感を持ってですねあの上場できるような今まだ状況でもないと思いますし、まあ、いろんな規制の問題もあるので、まあ、やっぱりえまあそういったところもまあ個人的には応援していきたいなというような思いをですね持ってます。 こういったまあ規制ですとか、見ていけたらなというふうに思っております。はい、ということで、あ今日はこれだけのニュース、動画ですね、一つ作ってみました、えー。おそらくこのもう動画が出ているタイミングでは、このトラベルルールですね、えー、実施、実行されていると思うので、えー、実際に皆さん、いろいろトライしながら、まあ、現状どうなっているかというのもですね、把握して、いろいろと何か発見があれば、まあ、ツイッターですとかコメント欄でいただけると嬉しいです。 はい、ってことは皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。